2006年のツールドフランスにて、フロイド・ランディスは、アメリカが州国ペンシルベニア州出身の自転車ロードレース選手。厳格なメノナイトの家庭に生まれる。1999年にマーキュリーサイクリングチームとプロ契約。2002年から US ポスタルサービスチームに移籍し、ランス・アームストロングのアシストとして活躍した。 その後2005年にホナックヒアリングシステムに移籍。ツールドフランス2006で総合優勝したが、その後発覚したドーピング疑惑により、タイトルを剥奪された。この山岳ステージでランディスは、トップのオスカル・ペレイロとのタイム差を縮めるため、序盤から、健康一滴の大逃げに出た。メイン集団はいずれランディスが失速すると読み、T モバイルチームが先行して逃げていたパトリック。 シンケビッツをランディスの背後に着かせたのみでレース終盤まで積極的な追走を行わなかった。ところがランディスはレースの大半を空気抵抗の多い戦闘で走行していたにもかかわらず最後の最も険しい登りでさらにシンケビッツや集団を引き離すという通常では考えられない走りを見せ一気にペレイロとのタイム差を挽回したのである。 このありえないレース展開は当初、徹底的に頭から水をかぶり続けた、ランディスの作戦価値であるとか、いつまでも戦闘を引こうとしなかった、T モバイルチームの対慢が招いたサプライズであると言われたと同時に、少なからぬ人が禁止薬物の使用を疑うことにもなった。2007年9月20日、アメリカ仲裁委員会は、ランディスの訴えを却下。 これによりアメリカハンドオーピング機関が下していたランディスへの2006ツールドフランス勝者のタイトルの剥奪と2年間の出場停止処分が決定。これを受け UCI も翌21日公式にランディスの失格と総合2位だったペレイロの総合優勝を認定しランディスの総合順位剥奪が確定した。またツールドフランスの主催者 ASO は 同年10月15日に、ペレイロに、マイオジョーヌを授与した。一方、ランディスは、この裁定を不服として、同年10月9日、スポーツ仲裁裁判所に提訴していたが、2008年6月30日、c e s が、ランディスの提訴を却下。同日、正式に、ランディスの2年間の競技停止処分が確定した。なお、 競技停止処分については2007年1月30日より、遡るため、期間としては2009年1月29日までとされた。当人の問題ランス・アームストロングのドーピング疑惑を、告発出場停止期間の明けた2009年シーズン、ヘルスネット・マクシスの後継チームであるアウチプロサイクリングチームで、現役復帰し、ツアー・オブ・カリフォルニアに出場した。 その後は本場であるヨーロッパのメジャーレースの世界に戻ることなく2011年に引退した。1999年2000年2002年2003年2004年2005年2006年。ありがとうございます。